何持ってるんですか。牛タン。本日は焼肉です。うわ、来た来た。めっちゃ美味しそう。お肉が焼けました。最初はタンです。美味しそう、美味しそう。ちょっとレモン、はい、絞って、ちょっと一応下味はつけてみたから、うん、どうかなということで。牛タン美味しそう。いただきます。無言。うまい。めっちゃ美味しい。本当。ここで地ビール管理棟で買ってきました。はい、藤山ハンターズ ビールの森の種っていうやつを飲んでみたいと思います。はい、美味しそうだよね。うん、3種類あった。あ、どう、飲みやすい。クラフトビールの華やかな感じ、うんうんうん、フルーティー、めちゃくちゃフルーティーで、多分女性が好きな感じだと思う。へえ、美味しい。幸せ。エンジェルも食べて。いただきます。腕です。焼きます。美味しそう。うん、でも思ってるより脂っこくない、うん、へえ。いただきます。脂っこくないんだ。うん、うん、ね、食べやすい。うん、うん、なんかさ、見た目さ結構さ、うん、刺しが入っててさ、脂っぽいのかなって思った。うん、うん、よく運動する部位だから、うんうん、味が濃いと書いてあった。うん、なんかまたでもハラミとかとも違う。うん、うーん、普通に食べやすい。うん、うん、若干隙間からこの一瞬だけで出た。そうだね、今が一番浅い。ちょっと見えてよかったね、早起きしたかいな。朝日を見るために起きた時は、うん、瞬間は朝日見たらもう一回寝ようって思う。うん、朝日を待ってる間に、うん、眠気が覚めてきてお腹すいたって。わかる。しかもちょっと寒いし、あったかいもの飲みたいなってなるよね。一旦いつものやつ行っとく。いつものやつ行ってきました。
二度寝しましたで、Aさんはですね、キャンプの朝の定番というか、これだよねっていうのをずっと買わずに渋ってきたんですけど、この度、うん、いよいよララキャンプにも導入したいと思います。じゃん、ホットサンドメーカー。ホットサンドメーカー、やば。もうさ、これがあればまた料理の幅がめちゃくちゃ広がるわけですよ、ね、そうですね。で、今回は2枚になる。お、そしてここに仕切りとか並々がないやつにしてみました。本当にもう超シンプルなので、今日はホットサンドです。初めての、何気に初めてのホットサンドやりたいと思います。サンドします。もっと具入れてもいけんだよ、すごい、マジで。超いい感じじゃないですか。いただきます。めっちゃ美味しい、これ。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、ホットサンドいいね。ということで、ご覧ください。撤収が終了しました。もうほぼ私たちラストに近い感じで、なんかほんとすごい過ごしやすかった。うん、すごい素敵なサイトだった。ありがとうございまし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 た。ということで、はい、帰宅したいと思います。はい、というわけで朝霧ジャンボリーオートキャンプ場に行ってきました。2日間終了ということで、初のさ、マイテント泊どうだった？ちょっと寂しい気もありつつ、あ、でもいつの間にか寝てましたね。あ、そう、うん、テントどうだった寝心地は？めちゃめちゃ良かったです。良かった、うん、温度もちょうど良くて、あ、寒くなかった？大丈夫？私も今日テントめっちゃ広いと思いながらそれぞれちゃんと自分で設営してさ、でタープに集まる、良くない？いいですね。確かにすごいいいなと思いました。で、あととにかく朝霧ジャンボリーめっちゃ良かった。結構好きなキャンプ場の中指折りに入るかもしれない。めちゃくちゃ大きいから人がいっぱいいても距離感をちゃんと保ちつつキャンプできる。あと売店もすごい充実してたし、エリアによって見える景色が全然違うみたいだったので、なんかまた別のエリアにも泊まってみたいなと思いました、はい。まあ、ただ朝霧はね、他にもいろんなキャンプ場があるので、朝霧に来ていろんなキャンプ場を回るみたいなこともあるんじゃないかなと思いました、はいはい。ということで次回のキャンプもこんな感じで、ちょっと涼しそうなところ、標高高いところとかをまあ避暑地としてせっかくならねご紹介できたらと思ってるので、いろんなところに行ってみたいと思います。ということで今回もララキャンプ最後まで見てくださってありがとうございました。楽しそうだなと思ってくださった方、よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、高評価よろしくお願いします。コメントもいつも全部見させていただいておりまして、励みにしておりますので、ぜひたくさん寄せてもらえたら嬉しいです。
それではまた来週お会いしましょう。レオラとランジェルでした。バイバーイ。人生はあなたが思うほど悪くない。早く元気出してあの笑顔を見せて、ララ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 。バイバーイ。